今日お疲れ様でした。今日はクリンジラチームに、ウーロンゴンの方まで来たんですけど、今回で3回目、3回目どうでしたか。そうですね、今日年明けってことで、まあ、結構走り中心のメニューだったんですけど、久しぶりに会うメンバーが、このチームのメンバーに会えて、まあ、楽しかった練習に入りました。オフシーズンがあったわけですけど、どんなことを意識してオフは過ごしていましたか。オフは相手も日本人のヒロと一緒に住んでいるので、まあ、お互い一緒にジム行ったりとか、マンションにジムもついているので、お互いに意識高め合いながら毎日ジムに通いながら走ったりとか、ボール一緒に触ったりとか、まあ、いい楽しい、そういう意味でも楽しいオフシーズンを過ごしたんじゃないかなって思います。1回目と今日で3回目、何か変わったこと具体的にありますか。1回目とかは結構人が多くてなかなかボールが触れない時間が多かったんですけど、今日とかだいぶ人数が絞れてきたので、多分結構ボールとか集めて見てくれるようになったので、結構ボール回数も試合の中で増えて、チームメートとかも髪色変えても覚えてくれてたんで、まあ、そこの部分に関しては今日何よりも嬉しかったですね。じゃあ今年1年の抱負を。そうですね、早くチームがまた決めて、まあ、サッカーの面でも勉学においても、まあ、文武両道でしっかり充実した2017年を過ごせるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。